今回紹介するのは「敏感すぎるあなたが7日間で自己肯定感を上げる方法という本です心理カウンセラーのメソッドを短期間で習得できる私はこのままでよかったんだと再確認心のリハビリに最適な本お姉ちゃんは敏感すぎるからだからダメなのよという母の言葉に傷つき 生きてきた私大人になり心の動揺するような出来事が起きるたびにそんなことない私はこのままでいいと自分をよしよししてきました以前よりはずいぶん自分の味方になるのがうまくなったと思いますそれでも反射的に繰り返す自分を粗末に扱う思考パターンが発動することもある今私はこの本を手助けに 自分を見つめ直すためのワークをしています普段この手の輪のページは読み飛ばしますでもこの本の場合は家電の取扱い説明書のように機能的で取り組む意欲が湧きました気持ちのざわざわする読むのが辛い箇所もありますがそれもまた心に効いている証拠敏感な私のまま痛みを感じながら縮こまった心を伸ばして ののんびりとと外の世界とつながっていきたい。きた以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。